服部南角像伝を司会上人筆、服部南角像、服部南角宝暦九年六月二十一日は、江戸時代中期の日本の儒者、漢詩人、画家であり、お牛宙来の皇帝として知られる。姓は服部、自ら治めて、福となす、名は、元隆、通称は、後八、後に、小右衛門、字は子、千、南角は五、他に、ハスカン、また不要感とゴー ガゴは、周行、美、沖縄など。中国風に、福、南閣、福本隆、福子仙と名乗ることもあった。京都の裕福な町人の服部元則の,の次男として生まれる。母は牧系士の山本春政の娘銀子。父元則は、北村貴源に支持したこともあり、南閣は、和歌やレンガなど、文画の教養豊かな家庭で育ち、歌や、 絵の手ほどき以外にも、四書や三大詩などを教えられる。十三歳の時、父を亡くすと縁故を頼りに、江戸に下る。十七歳の頃、甲府藩主柳沢公に、歌と画行を認められ、これより十八年間使えることとなる。柳沢家には、多くの優れた学者が仕えていたが、このうち、お牛空したいやがて漢学に転校する。 柳沢義康が死去して4年後の教法3年、後を継いだ柳沢義里にうとんぜられ、職を退く。南閣は、忍ばず池のあぜに今を構え、塾を開くが、ここを、ハスカンと名付けた。以来、幾度も転居するが、ハスカンと名乗り続ける。空来の剣営学派の双壁とされた南閣の門には、多数の門人が列をなし、大変盛んだった。南は、 温潤な性格であり、十数年来の友の高野蘭亭は南角が人と争うことを見たことがなく、人の悪口を言ったことがなく、さらには怒ったり喜んだりしたことさえ見たことがないと伝えている。養子のも通すは、南角が家族に対しても自らの履歴を隠した誕生日さえ伝えてこなかったと母子名に寄せている。このような甚だしい自己闘会に南角の 文人としての隠逸思考が見て取れる。去年77、東海寺に墓がある。南閣は、死、小牛宗来から、宗来学を教わり、太宰春代と共に、県延学派の双壁とされた。しかし、県延学派は、太宰春代や、山形中南の計学派と、南閣、安藤東の、平野金家の私分派に事実上分裂した。宗来学は、人間性を、 確一的に捉える趣子学を批判し、人間の個性を肯定的に捉えようとする学派であり、そのために個々の理解は不可欠とする。詩文においては政党の死を是とした。南閣はもともと国風の和歌、レンガの素養があり、この政党史の風画をよく理解したと言える。政治や兵法書に興味を持たなかった南閣は、春代らの古文字への通列な批判を、 全く無視し政治的現実から倒壊し、ひたすら自分を楽しみ、そこに人間性の解放を求めた。日本文人の源流として南閣を位置づけるゆえんである。南閣は、摂州、州文、かの元の部に死宿し、自ら俗書と批判した、ハッシュガフなどの模写を通じて、独学で画業を学ぶ。死である、お牛宗からも画業を得たとされる。 山水が人物画を得意とし、日本文人画の尖閣者の一人とされる、服部南角室山水図、ありがとうございます。